皆さん、こんにちは。衆議院議員松原仁の国会 YouTube です。今日はですね、いろいろなことをですね、大変に僕は造形が詳しいご自身で自己紹介してください。はい、参議院議員の藤瀬健三です。松原さんと一緒にいつも働いてます。藤瀬さんに来ていただいてですね、特に香川県がこの若干ですね、時代錯誤的な、まさにこの e スポーツそのものを否定するという条例をですね、今作ろうとしていて、これやっぱおかしいと。で、様々な若い人もですね、これに対しては反発をしているわけであります。で、そのことをですね、今日は、藤井さんといろいろと話をして、これ非常に問題ですよね。そうですね。まあ何が問題かというと、いくつもあるんですけど、まず一つが、e スポーツを否定している。で、我々 e スポーツ議連の事務局長でありますんで、そこはもう徹底的にやらなきゃいけないということと、はいはい、で、もう一つあるのは、小学生は60分、中学生は90分というゲームの使う時間を制限している。じゃあ根拠あるのかというと全く根拠ないんですね。そして、これ WHO の根拠もないわけですよ。ないない。だから、あるようなこと言ってるけど、実はもう原文読みましたわ、私。原文読んだ。読んだ。だから、その、あくまでもゲームディスオーダーって言いましてですね、ゲーム桜なんですよ。ゲーム、そのディジーズとかじゃないんですよ。病気とかじゃない。ただゲームやりすぎて混乱しますよねっていう話は書いてないんですよ。それをその混乱ではなくて、もう病気と言ってる。病気より、それはもうその言語の間違いの翻訳だと。そうですね。はい。で、もう一つあるのは、この条例、すごく大事な条例じゃないですか。もう全国に波及しそうな。はい、地方自治法という法律に、透明に公正にやらなきゃいけないって書いてあるんですよ。確か240何とか条に。おそらくそれに違反してるんじゃないかと思われます。地方自治法に違反している可能性がある。可能性がある。国会で質問しますんで。質問すると。質問する。いや、藤井先生、頑張ってください。いや、それでね、大事なことは何かと言いますとですね、パブコメというのは今始まってまして、普通1ヶ月やるパブコメをですね、なんと2週間に圧縮、手続きなしで。で、かつ、今までは全国の人がかけたパブコメを、香川県の人しか書けないってなってるんですよ。これも普通じゃないですよね。そうですね。特に全国に波及する条例を作るのに、はい、香川県の人じゃないと応募できない。できない。これは本当に私も e スポーツ議連の事務局長やってますが、はい、これ時代の潮流は明らかにこれはもう、これからの未来のスポーツであり、未来の産業であり。で、例えばですね、それぞれの高校や、はい、様々な学校で e スポーツをそのクラブ活動に取り入れるのがあるわけですよ。おっしゃる。で、e スポーツっていうのは健常者と健常者じゃない人が同じようにできるという評価がある。はい、この辺、香川の条例っていうのは時代錯誤ですね。全く分かってないですね。ですから、事務局長の力で、ぜひ、香川に在住されてる方で、e スポーツのプレイヤーとかおられるじゃないですか。そういう方からぜひパブコミもちょっと入れてください。ぜひですね、私もいろんなところ声をかけて、はい、パブコミもやるし、これは行政的には、これは3月14日が条例が。おそらく採決されるだろうという見込みです。これが採決されるのか、不採決になるのか、見立てはどうですか？私実はですね、香川県に入って、いろいろもう県会議員会ってきました、実は。何人かも。ちょっと名前言えないですけど。で、感覚的にはですね、我々の常識で言うと止まる感じじゃないですか。違う。多分強行採決される、これは。いや、今、僕はジェスの幹部と話したら、はい、いや、さすがに時代錯誤だから通らないだろうって言ったら通る可能性がある。だから、はたから見てるとね、そういうふうに見えますけど、現場は違うんですよ。なんでネットで俺たちのね、やってることをね、ギャーギャー騒ぐんだと。新聞はなんで俺たちの言ってることをね、ギャーギャー騒いで邪魔するんだっていう感じになってるんですよ、実は。まあ、しかし、でも現場の高校生なんかはね、はい、やらせろと、新しい時代の、これは、はい、時代がもう今変わろうとしてるんだから。はい、こういうことやらなかったら時代から立ち遅れてしまうとみんな言ってるわけですよ。そういう声をガンガン県議会議と、議会とか、あと県知事ですね。県知事だね。県知事。これは歳議っていうことがあるわけですね。そうです。歳議と言いまして、県議会が決めたとしても、これおかしいんじゃないかって言って、県知事が最後にもう一回これを議論し直してくれと言うとですね、次に過半数じゃなくて3分の2以上の県議会のですね、賛成がないと通らないんですよ。これだから、まあ一つは昭和3月14日ですが、はい、とにかく新しい時代の新しいスポーツですから、これは、はい、そのスポーツを守るときに、私も e スポーツ芸人超党派の、ね、事務局長やってますし、はい、お願いします。ぜひとも先生一緒に頑張りましょう。はい、お願いします。お願いします。お願いします。頑張ります。